またまた最高の本と出会っちゃいました。これだから読書はやめられない。学識サロンの間です。あなたは自分の人生に対して運がないわこうやって思ったことありませんかね。大学受験の失敗、就活の失敗、会社の人間関係が悪い、部下とのコミュニケーションがうまくいかない、家族恋人との喧嘩、もう結婚したこと自体が失敗などなど、ああ運がなかったわって思っちゃうことありますよね。そしてこれはそれだけじゃ済まないことが実は恐ろしいんです。というのも失敗が積み重なっていくとどんどん人生に希望が持てなくなって、いろんなことをね諦めてしまうようになってしまうんです。これやってもどうせ失敗するし、どうせ無駄でしょみたいに思う癖がついてしまうんです。ただこの動画を見てくれているということは、あなたは何か学んで変えていこうとしているので、まだまだチャンスはあるんです。そこで今回紹介したいのが北川泰司さんの著書、賢者の書、これなんですよ。もうね、北川先生の本が私大好きすぎるの。なぜなぜ。この本は小説なんですが、本当に4時間くらいで一気に読んじゃいました。もうそれくらい面白くて、たくさん学べる一冊だったんですよ。この動画を最後まで見れば勇気がどんどん湧いてきて、あなたの人生が絶対に明るくなります。もうね、騙されたと思って動画をね最後まで見てみてください。それでは今日も楽しく学んでいきましょう。一つ目、あらすじ。この物語は少年サイードが9人の賢者から最高の賢者になるための教えを学ぶ物語になっています。14歳の誕生日を迎える日、サイードはおじいさんから、お前は自分の人生をどういう人生にしたいと考えているんだい、こうやってね聞かれるんですよ。14歳でそんな聞かれても正直困りますけどね。でもそれに対してサイードは、何をやりたいとかどうやってとかはわからないけど、とにかく幸せになりたい、毎日幸せで素晴らしい人生にしたい、こうやって答えるんです。するとおじいさんは、お前に最高の賢者になる旅をプレゼントしようと思うと言い、木でできた賢者の書と書かれた本を渡し、話を続けます。お前はこれから旅に出て9人の賢者と出会ってくるのだ。そしてそれぞれの賢者から、お前が最高の賢者となるために必要な教えを学んでくるがよい。それぞれの賢者は一つずつパズルのピースを持っておる。賢者がお前に必要なことを教えた証としてこれを手渡してくれる。それをこの表紙の枠に当てはめれば、学んだことがこの書に現れてくるんじゃ。この賢者の書は全部で9つのピースを手に入れた時に完成し、全ての成功を手に入れられる最高の賢者として人生を始められるというものだったんです。こうしてサイドは9人の賢者に会いに行く旅へとね出かけるんですよ。これね、実際に読んでみるとわかるんですが、賢者一人一人が本当にいいことを教えてくれてるんですよ。本当はね、9人全員をまるっと紹介しちゃいたいんですが、さすがにそれは無理なので、中でもこれは重要と私が思った1人目の賢者と2人目の賢者に絞ってお話をしていきたいと思います。2つ目、一人目の賢者という話です。早速サイードは一人目の賢者アクトと出会うんですが、実はこの賢者サイードのおじいさんだったんです。アクトはサイードに行動の大切さを絵に例えて教えてくれました。人間の人生というのはパズルでできた一枚の絵を完成させるようなものだ。それを完成させた人生を成功の人生と呼び、そしてこの先どんな絵を完成させるかについて考えることを人は夢と呼んでいる。行動の結果として私たちが手に入れるものは成功でもなければ失敗でもない。私たちが手にするものは一枚の絵を完成させるために必要不可欠なパズルの一ピースに過ぎないのだ。こうやって教えてくれるんです。私たちも成功には行動が大事ということはもう頭で理解してますよね。ただ実はこれには落とし穴があります。それが、行動すればいつか大きな結果が手に入ると思っているということなんですよ。これを賢者のアクト風に言い換えると、人って何か一つ行動すれば一枚の絵、成功が手に入ると思っているんですが、そうではないということなんです。一つの行動から得られるのは一つのピースだけ。これを繰り返してピースを埋めていくことで一枚の絵が手に入るんです。これね、具体的に例を出していくと、例えばよく一攫千金みたいに投資とか FX とか手を出す人がいるんですが、ああいう人って大抵失敗しますよね。まさにそれこそ投資という行動一つで一枚の絵が手に入ると思っているからなんです。ですがそうではありません。そうやって儲けた人は過去にたくさん行動してきてピースを埋めていたんです。そこに最後の行動をしたから成功という絵が完成したんですよね。そしてね、ここからが大事な話なので、鼻の穴をかっぽじって聞いてほしいんですが、賢者のアクトはこの後に超重要なことを教えてくれるんです。多くのものが行動する前にこうなればいいという結果を期待する。その時考えられる自分にとって最も都合のいいことを期待するのだ。ところが必ずしも期待通りの結果が手に入るとは限らない。むしろうまくいかないことの方が多い。その時自分の探し求めるピースではないとして大切に取っておかなくなるのだ。これ言ってることわかりますかね。行動の結果として手にしたピースが期待していたものと違ったら、自分には必要ないと思って捨ててしまう。要は次に生かそうとしないんです。
ですがね、ちょっと思い返してみてほしいんですが、あなたもね、受験を終えた時、模試で E 判定取って、このままじゃやばいと必死に勉強したから受かったとか、そういった失敗から学んだ経験ありませんかね。他にも今職場で平然とやっている業務、最初はたくさん失敗したと思うんですよ。ですがその経験があったからできるようになりましたよね。このように完成した絵から見れば、どうしてもそれが必要なピースだったって気づくことができるんですよ。まあ要するにですね、行動の結果として得たものに不要なものなんて何一つないんです。どこかで絶対に役に立つんですよ。だから捨てちゃダメ。失敗も経験という意味ではめちゃくちゃ大事だからね。あなたもね、失敗したことを大事にした方がいいんですよね。私もね、これはいつも意識していて、努力しても期待した結果が返ってこないとかほとんどですが、うまくいかないやり方を1万通り見つけただけだ。これはもうね、発明家のエジソンさんの言葉なんですが、それをね、頭の中で反復して意識するようにしています。もしね、行動して失敗が怖いという人は、それは人生の失敗ではない、かけがえのないあなたにとってのパズルの一ピースを手に入れた大事な経験だった、こうやって思ってみてください。そしたらやってみようって気に少しだけなりませんか。いつやるの、今でしょ。3つ目、二人目の賢者という話です。次にサイドは二人目の賢者、ユニバスと出会います。ユニバスが教えてくれたのは、人間には無限の可能性があるということでした。まあそもそも、例えば宇宙ってかなり広大ですよね。広いのはもちろん、今こうしている瞬間もどんどん広がり続けています。この宇宙を作り出したものを賢者たちは大いなる力、こうやって呼んでいました。大いなる力ってね、なんか結構スピリチュアルチックなんですが、これは事実に対して名前をつけただけなので、信仰とはまたちょっと違うものなんです。そしてこの大いなる力、実は私たち人間にも一人一人備わっているものなんです。それが心。心は宇宙と同じように、何もない状態から今まで様々なものを作り出しているんです。例えば本、先人の知恵を学べる最強のツールですし、著者も後世に伝えたいことを残すことができます。このようにあったらいいなと思う心が原点となり、昨日までなかったものがこのように作り出されているんですよ。この繰り返しの結果で、スマホとかネット通販など今の世の中があるんです。そう考えると、人間の心ってほんとすごいですよね。ある意味無限大なんです。ただここで大事なポイントがあって、心が無限大、こうやって気づくだけではダメなんです。大事なことは、自分に無限の可能性があることに気づき、行動を起こすこと。そうすると、自分の心だけじゃなくて、宇宙をね、作り出した大いなる力が、いろんな形で手助けしてくれるんですよね。例えば、必要な時期に必要な人との運命的な出会いだったり、何らかの偶然で素晴らしいことを発見したり、こういった経験を与えてくれるんです。まあ、単純に行動の数だけ確率が上がりますから、そういった意味でもね、効果があるんですよね。一見意味のない行動でも、実は大事。例えばスティーブ・ジョブズも、マッキントッシュという PC を作るとき、大学のときに何気なく学んだカリグラフィーという学問の知識を使って、美しい文字、フォントを作りました。一見関係ないような知識がそのとき役に立ったんですよ。まさにただの点だったものが点と点がつながり、線になったというエピソードです。もちろんあなたも人間なので、無限の心があなたにはあります。ですから、自分には無理だと諦めるのはもう禁止。もうめっちゃもったいないです。あなたが今まで学んだ知識とか経験、スキルは点と点が重なって線になる時が絶対に来るんですよ。だから心で諦めるのはまずやめましょう。ぜひね、一度きりの人生ですから、自分が満足できるように生きちゃってください。この話どうでしょうか？なかなか自分の心について考えることってないと思います。だからこそ、自分のね、今本当にやりたいこと、これからしたいこと、そういうことをね、改めて考えてみてほしいんです。そしてそれができたら、あとはもう行動するだけです。きっと人生が変わります。さらっとまとめです。1、あらすじ。2、一人目の賢者。3、二人目の賢者という話でした。この本には今回紹介した以外に、あと7人の賢者が登場します。どれもね、人生で大切なことを教えてくれてるんですよ。マジでこの本面白い。説明欄にリンクも貼ってありますので、ぜひね、ポチってみてください。今回は結構心の話でしたが、私たちっていつかやりたいことってやっぱあるじゃないですか。例えば老後は田舎でゆっくり暮らしたいとか、ヨーロッパに旅行に行ってみたいみたいに先延ばしにしている夢ありませんかね。私もね、やったことないけど、やってなくて先延ばしにしていることたくさんあるんですよね。まあね、中には現実的にできないなって思うこともあるんですが、だからこそね、まずはできることからどんどんやることを意識してるんですよ。私は月に1回は新しい経験をする、こうやって決めています。例えばですけど、ボルダリングの経験をするとか、ろくろ回しをやってみる、あとはね、ハンモックを買うとか、親と旅行に行く、本格的なジャズを聴きに行くとかね、こういったことをね、毎月1個やってきています。
これってどれもやってみたいと思えばできることじゃないですか。でもね、なかなか人ってめんどくさがってやんない。だからこそ意図的に決めて経験してみることが大事だと思っています。こんなね、まずは小さなことでもいいんで、あなたもね、やってみてください。結構ね、他の人に話せる話題になりますし、やってみるとね、楽しいですよ。そういった一つ一つの小さな経験が行動する習慣にもなってきますから、ぜひね、めんどくさがらずやってみてください。公式 LINE をしています。 LINE 限定特典を2つ用意。1つ目、ビジネス書信欄。私が今まで解説した400冊の本の中からあなたに合った1冊を選び出します。2つ目、 LINE 限定動画。タイトルは絶望の国で生き抜く力。絶望の国というのはもちろん日本のことです。普段からね、このチャンネルを見て勉強しているあなたなら、今の日本はやばい、自分はどう行動したらいいんだろうということはもう考えていると思います。その日本で今後生き抜くためにはどんな力が必要なのか、私の目線で語った動画を無料でプレゼントしています。概要欄の URL をタップして友達追加していただければ、すぐにこの2つの特典が見れちゃいます。ぜひお友達になりましょう。さよなら、さよなら、さよなら。